ろしくお願いします。本日こちら豊橋駅の前からです。雨が降っ状況になればなるほど気合が入ってくるということでございます。本日こちら東八駅前で、令和5年1月24日愛知県知事候補愛知県知事候補山下俊介です。そちらにも横断幕があります。2月の5日愛知県知事選挙投票日です。よろしくお願いします。山下俊介です。投票には山下俊介でお願いします。私軸足が我が国日本にあり、また我が国日本の歴史の縦軸に自らを投射し愛知県政を担ってまいります。よろしくお願いします。頑張ってまいります。そしてですね、令和元年国際芸術祭愛知トリエンナーレ2019表現の不自由展その後というのがですねありました。これまあ本当に物議を醸すというか、もうとんでもない展示が行われたわけです。どのような展示が行われたか、令和元年ですよ。昭和の御代の天皇陛下、昭和天皇様のご神栄肖像がバーナーでブワーッとこの地べたに置いた燃やされて、見るも無残、もう本当にとんでもない映像、そして燃え殻を出しで踏み潰す、こんな映像が愛知県の公共の施設愛知芸術文化センター、そしてですね公金を使って行われたと。でこれ誰がやってったんだということになるんですが、現職の愛知県知事大村秀明愛知県知事がこれをですね国際デニム担っていると。私は当初から、ね、大村知事は知事を即座に辞めるべきであると、このように、主張し現在に至っております。そして私愛知県知事候補山下俊介、このように知事選にですね立候補させていただいて、堂々とですね自らのですね論陣をですね張っていると、主張をですね申し述べているというところです、私はおかしなものはおかしいということを率直に言っておるわけです。我が国日本でですね、日本のですね地方公共団体の首長知事がですね令和元年日本は金城陛下がご即位から3ヶ月後初めての行幸家が愛知県で、2ヶ月後に、金城陛下の祖父であらせられる昭和天皇様のご神栄肖像を燃やし踏みつける、これが何を見せるのかと、とんでもないじゃないか、まさに私見た時も驚天動地、激しい怒りに打ち震えたわけです。ですからそもそも地位でいること自体がおかしい、私はこういう論をですね理路整然と訴えているわけです。そのなぜか歴史からもそうです、いろいろ言えばもう長くなりますけども、我が国日本非常に ありがとうございます頑張ります。よろしくお願いします。ありがとうございます頑張ってまいります。ありがとうございます。こちら東京です。我が国日本な愛知県断固守って再建して行こうというですね強い意志のもとにですねお伝えしております。私ね本当国を憂いて早もうね17年ぐらい43年ほどなります。まさかですねこんなもう愛知表現の不自由展あんな映像がですね展示される、これはもうねこういう空気県民国民の皆さん、直していきましょう。でこちらね豊橋私のですね
祖父の弟、お疲れ様です。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。どうぞ。すいません。
こういったようなですね、私はですね、と思ってます。そういった心、魂を持ってですね、私、愛知県知事候補としてお訴えさせていただいておると。ね、それに尽きるわけです。指針はありません。ね、県民の皆さん、国民の皆さん、愛知県からそして日本が良くなるように、地政学的に中東にある愛知県、きちっとがっしりとですね、地に足をつけてですね、やっていかなきゃなんない。そのためにですね、地位が、軸足が日本に絶対なきゃいけないと、これ、三英傑もそうじゃないですか、愛知県。いずれも、ね、織田信長公、豊臣秀吉公、徳川家康公、軸足は日本ですよ。ね、現在どうですか、日本。ね、いろいろなですね、都道府県の首長とか、議員とか、国会議員とか、本当にあなた誰なんだと、日本のこと思ってるのかと、こういう疑問符がつくですね、首長、知事、議員、国会議員、終わりだろうと、そんなにいけない。ね、私はですね、ぶれません。全くぶれない。ね、ぶれない。ね、まあ、極端な話の、まあ、我が身はどうなってもいいじゃないかと。ね、愛知県が日本が良くなればいいだろうと。ね、県民の皆さん、ね、日本民の皆さんが良くなればいいだろうと。こんな風に思っているわけでございます。よろしくお願いします。愛知県知事候補、山下俊介です。愛知県知事候補の山下俊介です。2月5日、愛知県知事選挙投票日です。ぜひ山下俊介に投票お願いします。頑張ってまいります。共に愛知県日本を、ね、守り再建していこうではありませんか。頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。愛知県知事候補山下俊介です。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。
え、いやなんかみんな無職じゃんね。で、それで俊介と同じ名前出てきたもん、ね。はい、違いますね。そう、これ、あ、おはようございます。あ、こんにちは。Oh,